来たな。さっさと始めようぜ、かかし先生。お、気合入ってるな。で、まずは何をやればいいんだよ。まずは君のチャクラの性質を調べるんだよ。チャクラの性質？それってば、何？チャクラにはそれぞれ、火、水、土、風、雷の5種類の性質があるんだけど。細かく説明するより、まずはやってみるか。戦いを通して、お前の性質を見てやる。了解！いつでも行けるよ。行くぜ。なるほどね。で、俺っては何の性質を？お前の性質はあらゆるものを切り裂く戦闘力抜群のチャクラだ。おー、俺ってばすげー。いや、まだだっただけだから。これから修行してちゃんと使えるようにならないとね。よし、やってやるってばよ。さて、ナルトの性質が風なのであれば、あいつにも協力してもらうか。なあおい、そろそろ休憩にしようぜ。ほら、歩きすぎて疲れてんだよ。せっかく2便も借り終わったんだからよ、ちった休んでも罰当たんねえだろ。おい、聞いてんのか、カクズ。よくしゃべる。なんだと？今は黙ってついてこい、ヒドン。あのさ、さっき俺が言ったこと聞いてた？お前。まただんまりかよ。うるさい、何度も言わせるな。お前は黙ってついてくればいい。っていうか、俺ら今どこに向かってんだよ。
月の国だ。そこに九尾の人中力がいるらしい。九尾ね。じゃあそいつが新たな邪神様の逃げってわけだ。やる気になるのはいいが、あまり調子に乗るなよ。いざ。おいおい、それを俺に言うかよ。ああ、楽しみだった。第三章、不死の暁。くそ、また負けるとはな。けどな、次は負けないぜ。絶対にお前をあっと言わせてやる。将棋相手ならまだまだアスマに負ける気はしねえな。この野郎、言いやがる。でも今日は珍しい手を打ってきたっすね。棒銀のことか。敵陣突破の先兵、ああいう指し方嫌いじゃなかったっすか。上手相手に玉を守るためには犠牲もやむなしってやつだ。なんかあったんすか。別に何もないよ。ただ今頃になって玉の大切さが分かってきたのさ。そりゃ玉が取られたら終わりっすからね、将棋は。もし木ノ葉の忍びを将棋の駒に例えるなら、玉が誰だかお前にはわかるか。そりゃほかげだろ。俺もこの前までそう思ってたけど、そうじゃなかった。じゃ誰なんすか。お前も時が来りゃわかるさ。さてと、そろそろ俺は行くわ。なんか用があるんすか。ああ、カカシのやつから野暮用を受けててな。ちょっと演習場まで行ってくる。そんじゃない。よう、待たせたな。おう、来てくれたか。悪いね、わざわざ。あれ、なんでアスマ先生がここに来んの。アスマはお前と同じ風の性質の持ち主でね、
いろいろためになると思って読んどいたんだよ。え、アスマ先生も風の性質持ってんの？おいおい、そりゃこっちのセリフだよ。まさかお前が俺と同じだと。うん、そうか、そうだったのか。じゃあさ、早速聞きたいことがあんだけど。ああ、だいたい言いたいことはわかる。どうせコツとかそういうのだろ。そう、その通り。しかしコツといってもな、気にかけることはすごく単純だ。チャクラを2つに分割して互いにすり合わせる。そして薄く研ぐような感じで練り込む。それだ。薄く研ぐような感じか。ま、お前の場合ちょっと実践交えて教えてやった方が身につきやすいかな。さっき教えたことを反芻しながら攻撃してきてみろ。よし。なるほど、もう昔のナルトとは違う。曲がりなりにも分かってきてるじゃないか。それでいい。今の感じでやっていけば風の性質変化が身についていく。そっかそっか、なんとなくコツが分かったってばよ。アンガトな、アスマ先生。助かったよ、アスマ。ナルトもしっかり成長してるじゃないか。ああ、どんどん強くなっていくよ。そろそろ新しい時代ってことか。どうした？いや、それじゃあそろそろ俺は行くわ。今度礼も兼ねて飯でもおごらせてもらうよ。ああ、期待しないで待ってるよ。くれないか。どうしたの？何か考え事？いや、そんなもんじゃねえんだが。そう、あのナルトがね。ナルトだけじゃない。
鹿丸たちも、そして騎馬たちも、あいつらしっかり成長してきてやがる。世代交代ってとこかしら。そうだな。まだ足りないところもあるが、それはいずれ身につく。それにしては少し寂しそうじゃない。頼もしくもあり、少し寂しくもあるって感じ。そうかもな。こんなとこにいたんすね。鹿丸か、どうした。五代目から召集命令があったっす。今すぐ屋敷まで来いって。召集？何があった。いや、俺も詳しい話は聞いてなくて。わかった、すぐに行く。じゃあ。アスマ。なに、そこまで心配することじゃないさ。お待たせしました。うん。一体どうなさったんです。火の国に暁が出現した。どうやら人中力を捜索しながら徐々に木の葉へと近づいているようだ。ってことは奴らの。ああ、十中八九ナルトだろう。それで我々は。遭遇予測地点はすでに鹿丸に教えてある。お前たちは現場に向かい、そこで奴らを奇襲。その後拘束を試みる。もしそれができぬ場合は奴らの殲滅を許す。とにかく暁を逃すな。了解。アスマ大将、よろしくお願いします。ああ、よし、これからすぐに遭遇予測地点に向かうぞ。鹿丸、案内を頼む。了解っす。くれない。どうした。任務に出発するの。ああ。なんだ、
もしかして心配してるのか？俺を誰だと思っている？そう簡単にヘバなんてしないさ。それは分かってるけど。すぐに帰ってくる。え。じゃあな。さ、行くぞ。東先生たちに鹿丸？よう、珍しいじゃねえか、お前ら二人が一緒にいるってのは。ちょっといろいろあってね。東先生たちはこれから任務ですか？ああ。お前たちは？これからナルトに会いに行くとこ。なるほどな。じゃあついでに修行頑張れって伝えといてくれ。はい。そんじゃあな。皆さんも頑張ってくださいね。おう、ありがとうよ。さて、それじゃあ私たちも行きましょうか。うん。やってるやってる。お、さくらちゃんとサイじゃねえか。どうしたんだってば。ああ、もしかして俺の応援に来てくれたのか？違うわよ。かかし先生と大和隊長に任務の終了報告に来たの。うまくやってるみたいじゃないか、二人とも。まあなんとか、サイが頑張ってくれてます。いや、そんなことないよ。で、あんたの方はどうなのよ。ちゃんと修行は進んでる？性質変化ってのがだんだんつかめてきたってばよ。へえ、ちゃんと進歩はしてるわけだ。この調子で頑張ってで、あ、そうそう、さっき東先生たちと会ってね、あんたに頑張れって言ってたわよ。ああ、東先生には世話になったからな。その言葉嬉しいってばよ。東は任務か何かが？はい、任務を受けてるようで、これから目的地に向かうところでした。ま、アスマが帰ってきたら改めて礼を言っておくといい、ナルト。だな。腹減っちまった。ちょうどいい、少し休憩を取るか。ナルト、サクラたちとラーメンでも食べてこい。払いは、ま、俺でつけといていいから。お、ってことはおごりだな、ラッキー。それじゃ、カカシ先生、ヤマト隊長、私たちはこれで。引き続き任務を頼むよ、二人とも。はい。紅先生、どうしたんですこんなところで。え、ああ、何でもないのよ、ちょっとね。なんか顔色がすぐれないみたいですけど。紅先生、え、
うん、大丈夫よ。大丈夫。そうよね、アスマ。ああ、書くぜよ。火の国に入ってどれぐらいになるよ。お前についていくのはいいんだけどよ、全く人中力が見つけらんねえじゃねえか。うるさい。お前は黙ってついてくればいいだけだ。ひってえな、おい。何にしてもそろそろ暴れたいぜ。邪神様も待ちくたびれるだろうからな。人中力を見つけたら存分に暴れるがいい。ま、そりゃそうなんだけど。奇襲成功だな。あそこまで綺麗にはまってくれるとは、仕掛けた甲斐があったぜ。あちょちょちょ、なんだなんだ、いきなりな。直撃とは情けないな、ヒダ。おい、カクザ、避ける暇があるなら俺にもトラップのこと教えろ。常に気を張ってないからそうなる。なんだ、どういうことだ。なぜあれを受けて平気なんだ。お前らか、さっきやったの。めっちゃくちゃ熱かった上に服までボロボロにしやがって。その額当て、お前たち主派の忍びか。俺たちは暁であるお前たちを拘束、または殲滅させるよう命を受けてきた。殲滅だ。おいおい、聞いたかよ、カグズ。俺たちを殲滅だってよ。身の程知らずのようだな。身の程知らずかどうかは、やってみるまでわからないんじゃ。カグズ、こいつらは俺がやる。ちょうど暴れたかったところだしな。好きにしろ。自信様の煮えとしちゃ小物だが、ま、ないよりはマシだろ。あまり相手を舐めすぎるなよ。潰されるぞ。だから、それを俺に言うかよ。アスマ。ああ。鹿丸は俺のフォローだ。いつもと形はもう一人から目を離すな。はい。死よりも苦しい痛みってやつよ。俺たちを舐めるなよ。戦闘開始。行くぞ。
行くぞ。打ち取ったはずだ。だが何だ。すま、心配するな、かすっただけだ。なんだおい、結構やるじゃねえか、オタクら。くそ、なんなんだこいつ。手応えはあった、なのになぜ倒れない。お前たちと俺とじゃ、出来が違うんだよ。だが奴とて人間、必ず弱点があるはずだ。おうおう、まだやる気か。けどな、こちとらお前とやり合う気はもうねえんだよ。何？すでにてめえは俺に呪われた。俺の痛みはてめえの痛み。生と死の狭間の快感を教えてやるよ。こいつ何を言って。あいつの痛みはアスマのって。まさかさあ俺と一緒に最高の痛みを味わおうぜ。やめろ。最高だろうが、死の痛みってのはよ。一丁上がりだぜ。ずいぶんと時間がかかったな。いや、思ったよりやるからよ。ちょっと遊んじまった。の野郎、この野郎が。あ、なんだ。お前も潰されてえのか。いいぜ、邪神様への逃げは多い方がいいからな。お前もすぐに捕まる。あ、助けに来たわよ。上司、イノ。なんだ、増援か。だが、雑魚がゾロゾロと。僕があいつらを引きつけておく間に、イノはアスマ先生を見てあげて。わかった。長司、俺とお前で時間稼ぎだ。うん。時間稼ぎね。もう無駄だと思うけど、あいつは。てめえ。いい目してんじゃねえかよ。その目が絶望で染まるとこを想像するだけでゾクゾクするぜ。待て、ヒダン。ここからは俺もやる。あ？なんだよ。お前も戦いたくてうずうずしてきたか？違う。お前一人だと時間がかかりすぎるからだ。さっさと終わらせて、陣中力を狩りに行くぞ。へいへい。じゃあ、サクッとやっちゃいますかね。来るぞ。戦闘開始。
ったく無駄にあがくなって。こいつ何なの。あいつら僕らの攻撃がまるで効いてない。俺たちの命は無限、お前たちとは違う。なんだと。もはやお前たちの敗北は確実。おとなしくくたばれ。どんだけジタバタしようとお前らは神に捧げられる逃げだ。もう少し待ってくんねえかな。これからがいいとこなんだ本当。だから言ってんだろ、もう少しだけだってよ。ヒドンやめろ。ちっ、なんだ、誰かと会話をしてんのか。またすぐに戻る。覚悟はしておけ。行くぞヒドン。あのクソリーダー、今度呪ってやろうか。ったくよ。引いた。女子、それよりもアスマだ。うん。傷が急所に。これじゃ…イノ、どうだ。これじゃ…もう…イノ…もう…いい…もう俺は…ここまでだ。それぐらいは…お前たちも…分かってるはずだ。アスマ…最後に…お前たちに言っておきたいことがある。アスマ先生、喋っちゃダメだよ。調子、それにイノも。石かまる、アスマ先生の最後の言葉だ。しっかり聞け。イノ。はい。お前は気が強いが面倒見のいい子だ。長寿も鹿丸も不器用だからな。こいつらのこと頼む。はい。それから桜には負けんなよ。忍術も恋もな。はい。長寿、お前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ誰よりも強い忍びになる。
自分にもっと自信を持て。うん。それと少しダイエットしないとな。無理かもしれないけど頑張ってみる。そして鹿丸、お前は頭も切れるし忍びとしてのセンスもいい。火影にもなれる器だ。まあ面倒くさがり屋のお前は嫌がるだろうが、そういや玉のあの話、あれが誰だか教えてやる。耳を貸せ。アスマ、あんた、だから…あとは、頼んだぞ。しかも…お前たちに会えてよかった。まだ教えてもらいたいことがあったってのに、最後まで勝手なんだよ。最後まで。とりあえずここまでだね。だいぶ身につけてきたじゃないか。もう少しだってばよ。まさかあのナルトがこれほど早くものにするとは。よし、ここで一度休憩を入れる。おっす。その後俺と手合わせをしよう。お前の力を見てやるよ。準備ができたら行ってくれ。了解。ありがとう。
やれ。